はいどうも皆さんこんにちは、こんばんはみのけんじです。さあ本日の動画はこちら、 PTO メーカーのサイコムでリアル水冷のシリーズなんですけれども、この G マスターハイドロシリーズ、それがリニューアルされて RTX3080 と3090もデュアル水冷に対応したっていうことになってますね。デュアル水冷って何ぞっていうことなんですけれども、普通は CPU の方だけにクーラーがついてるんですけれども、空冷でも水冷でもそうなんですけれども、このデュアル水冷っていうのは GPU グラフィックカードの方にもクーラーをつけたものになります。でさらにデュアル水冷、まあ、簡易水冷なんですけれども、どちらも簡易水冷をつけたもののモデルになってます、こちらは。でこのデュアル水冷っていうのはこのサイコムさんでしか取り扱ってないものですね。まあ、自作すればねやろうと思えばできるんですけれども、まあ、こちらはサイコムさんのオリジナルのものとなってます。この小型のね簡易の水冷クーラーも、まあ、オリジナルのモデルのものとなってますね、サイコムさんの。でどういうシステムかっていうと、前面から吸気して後ろと上に排気する、そういうシステムみたいですね。まあ大型ファンがついていて静音性も優れたものとなってますね。でこれがハイドロシリーズのサイコムのこだわりですね。サイコム独自技術によるハイエンドビデオカードの水冷化ですね。でそしてさらにサイコム独自の RGB 機能、 CPU クーラーにはアセテック製最新世代高性能水冷ユニット 650LS RGB を標準装備、これが標準装備ってことですね。まあここが光るとサイコムっていうふうに書いてあるところが RGB で光るようになっていると、そういうことですね。でさらにこだわりさん、輸送時マシンビデオカードの脱落防止ステイを標準装備と、 RTX の3000番台になってグラフィックボードが結構ね大きくなったんで、最近はこういう落下防止のステイをつけることが多いんですけれども、それも標準装備となってます。でそして妥協の高品質部材の採用と、電源がシルバーストーンの80プラスのゴールド認証となってますね。マザーボードがアスロックと、 PC ケースがフラクタルデザインとなってますね。拡張性の高い PC ケースとなってます。でそしてさらにサイコム独自検証により安心を提供と、しっかりと、まあ、テストを経てこのデュアル水冷っていうものが作られてるっていうことです。まあなので非常に安心してご利用いただけますよっていうことですね。でこちらがベンチマークのね実際の結果がこれですね。水冷と空冷の温度比較がこちら、 FF15 のベンチマーク、実行30分後の最大の GPU の温度ですね。水冷の方が 65.2 度、空冷の方が 80.3 度、15度くらいのね差がありますね。でさらにこれがベンチマークのスコア、まあ、より冷えてる方がベンチマークのスコアがね出るんでね、まあこちらも上となってますね。でこちらが音、静音性ですね。でアイドル時が34、まあこれそんなに変わらないかな。ただし高負荷時は結構変わりますね。やっぱり高負荷がかかるとやっぱりファンの回転というのは上がるんで、温度の上昇が抑えられてるっていうことはファンの回転数もそんなに大きくならないっていうことで、音の差がね結構出てますね、高負荷時に。でそしてこちらがハイドロシリーズの製品ラインナップとなってます。こちらがインテル、こちらがライゼンですね。でこちらライゼンスレッドリッパー、これは本当のハイエンドモデルって感じなんで、まあこれ買う人はあまりいないでしょうね。本当に突き詰めたいというか、とにかくこうハイパフォーマンスの PC が欲しいっていう人ぐらいしか買わないかなって感じですね。まあさすがにパーツの点数も増えるんで30万超えと。ただ自分の今使ってる RTX の 2080Ti ので Core i9-9900K のやつが30万ちょっとだったんで、性能は上がっててそんなに値段も変わらないんですよね。むしろこっちの方がコストパフォーマンスっていうことを考えればめちゃめちゃいいっていう風なことは言えます。明らかにね RTX の 2080Ti よりも性能上ですからね。ではどういう構成なのかちょっと見てみましょうかね。多分インテルとライゼンの違いだけなんで中身はそんなに変わらないかなと思います。
で、こちらが RTX のサムラ80を搭載して、CPU が Core i9 の 1700K となってますね。メモリが 16GB。まあ、この辺は、まあ、これでも十分っちゃ十分だけど、32GB ぐらいは、まあ、ちょっと今は欲しいかなっていう感じはありますね。で、SSD が 512GB。これももうちょっと欲しいかなっていう感じはありますよね。システムのデータとかも一緒に入れちゃうと 500GB ぐらいだったら結構すぐにいっぱいいっぱいになっちゃうんで、これももうちょっと増設とかもしたいかなっていう感じですよね。まあ外付けを後で入れてもいいんですけれどもね。で、サイコムオリジナル水冷仕様のビデオカードとなってます。で、ケースが、まあ、さっき言ったようにフラクタルデザインのものとなってますね。電源が 850W の 80 プラスのゴールドミニ仕様となってます。まあ、あとはサイコムのオリジナルのキーボードだったり、そういうものもオプションとして選べるようになってますね。キーボードだと、レザーとかそういうものはないんだね。まあ、この辺は別に買う必要ないから、自分で好きなのを購入しましょうっていう感じですかね。なるほど、なるほど。まあ、あとはこれですね。大きいの。ジャックスのショッピングローンが最大36回まで金利無料となってます。これは結構大きいかなっていう感じですね。まあ、あと今キャンペーンやってるものとしては、今やってるのとこれぐらいですね。第2回サイコムの PC フォトコンテスト。サイコムの Twitter のアカウントをまずフォローして、ハッシュタグ。シャープサイコム研究員レポートとシャープサイコム PC フォトコンテストをつけて、で、サイコムの PC を、まあ、ツイートすると。で、そうすると、Amazon ギフト券5000円分が抽選で10名様にプレゼントということになってます。今のところ他のセール情報はないですね。ちょっと残念ですけれども。サイコムだと、まあ、SSD の、まあ、無料アップグレードキャンペーンとか、あとは、メモリーとかの、無料のアップグレードキャンペーンっていうのもね、過去にはあったんですけども、今はそういうことやってないですね。まあ、なんで、できれば何らかのセールをやってる時に購入するっていうものをおすすめしますね。まあ、こういうものを買うってなると、まあ、結構勇気がいることなんでね、なるべくお得に購入したいですからね。まあ、なので、セールをやってる時に、まあこういった大きな買い物をするのをおすすめします。今やってないんで、もうちょっと時期余った方がまあいいかもしれないですね。まあパソコンショップセブンとかフロンティアとかみたいに毎週のようにセールやってるっていうものじゃないんで、サイコムに関しては。まあその辺は、まあツイッターのフォローとかして順次、こうセール情報をね、つかむようにしておいた方がいいかなと思います。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などね、よろしくお願いいたします。あとブログもやってるので、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。